あとは消化不良、本当にうんちが出にくいとか、うん、まあ、便が硬いとか、逆に便が緩いなとかっていう人。初めての美容針をします。はい、怖っ。痛い？ちょっと痛いかもしれないです。あんまり痛くないようにはしようと思いますけど、はい、顎のラインから徐々にこう上に上がっていこうかなと思ってます。はい、お願いします。はい、じゃあ最初は、はい、ちょっとフェイシャルを簡単にやった後にやります。はい、男の人にされるのってすごい不思議。違和感しかなくないですか？うん、今は山下組のトレーナーさんを専属やってるんですか？今はですね、まあ車椅子ラグビーに関わったことがきっかけで、うん、実はいろんな競技にちょっと関わるようになってて、うん、まあ車椅子ラグビーがメインになるけども、うん、パラパワーリフティングの選手、これも専属でついてたりとか、うん、あとはパラテコンドーですね、うん、パラテコンドーの、男子の選手のトレーニングを見ていたりとか、あとは最近は車椅子バスケの選手も見ることになって、オンラインでですけどトレーニング指導を今してるところですね。レンタルジムだったりとか、あとはその選手が所属しているジムとかを、まあ、ちょっと使わせてもらって、あそこで指導してるって感じですね。なんかそのほら、車椅子の人の筋トレ方法って健常とは違うじゃないですか、うん、それをどうやって学んでたんですか？やりながら？やりながらですね、もう独学です。へ、じゃあ健常者のトレーニングをどう障害者でもできるようになれるかなと、うん、ひたすら考えて過ごしてたのが、もう5年ぐらい前からずっと、今でもなんか結構考えたりしちゃってて、こういうのがあったらできるのかなとか。選手向けにしかやってないんですか、ちなみに？あ、選手向けじゃなくてもやってます。一般向けにも？一般の人にも、うん、まあ、今ちょっとやってないけど、このコロナの期間ステイホームやしてた時に、うん、一般の車椅子の人からも、うん、問い合わせがあって、うんうんうん、ちょっと体型変えたいんですって、うん、オンラインでトレーニングを見させてもらってました。なるほど。よし、OK、じゃあ一回これで針をマッサージはおしまいです。うん、めっちゃ気持ちいい。男の人だから指圧のさ、強さがね、うん、やっぱありますよね。めっちゃいい。骨縮んだ感じする。骨縮んだ感じ。そうか、針は顔もあるし、肩とかもあるってことですか？もちろん肩もあるし、足もあるし。なんかね、ほら、噂なんか本当なのかわかんないですけど、排泄障害は、うん、針を刺してると治るっていうのを聞いた時ありますか？え、聞いたことない。え、なんか四国かどっかの鍼灸師の人ね、うん、膀胱系のツボ、そもそも排泄障害じゃなくてもそもそも頻尿とかさ、うんうんうん、そういうのを和らげるためにこう打つようなところに手術すると排泄障害がこう良くなるんですみたいなことを言ってる人が、あー、なるほど。あ、でもそれはあるかもしれない。僕自身がお腹弱くて、うん、下痢っぽかったとか、過敏性腸症候群ってこう言われたりことがあるぐらい、うん、まあ、ちょっと弱かったりするんですよ、うん、だけど、まあ、針やってからはあんまりそういったこともなく、なんか本当に便秘と下痢を繰り返してた時期がありましたけど、うん、それはなくなりましたね。じゃあここから言いますね。はい、まずは右の頬のあたりから言います。痛いですか？痛い。あ、怖い。ちょっとツンときたかもしれない。そこ
こやばいんだな、多分。まあ、よく喋る人はこの辺結構必要だな。そうなんだ。やっぱやばい、そこ。注射超嫌いなんだよね。マジで注射嫌い。まあ、入院した時って本当定期的に採血しなきゃいけないし、うん、本当にそれが一番嫌で、後半は足から取ってくれって言った。ああ、感覚がない。そう。でも刺されたらめっちゃ形成出るから、なんか2人がかりで押さえてもらいながら血取ってもらって。なるほど。そんくらい嫌いだから注射は。なのに顔面にめっちゃ今針刺してる。お腹の調子もそうだし、まだ頭が痛いという人もそうだし、あとは月経痛がある人とか、また月経の時にやっぱりちょっと体調良くないとかっていう人はもちろんやるし、あとは消化不良、本当にうんちが出にくいとか、まあ、便が硬いとか、やっぱり便が緩いなとかっていう人とかは結構それで良くなる。うーん、すげー、すぐ良くなるんだよねっていうからすごい興味あったんですよね。あ、でも近くになくあるんですか、地元だと。うん、例えば入りづらくって。あ、車椅子だと。確かにね。新田さんの場合は何、お家にも来てくれた？あ、僕はもう言われればお家行きます。はい。一番ね、遠かったのは北九州です。どこまで前行くってこと？あの選手が大会に出る時の前にケアを受けたいという話があって。なるほど。あ、交通費と施術代くださいという話をして、朝一のフライトで行って、最終の便で帰ってくるっていう日帰りで。じゃあ行きます。ちょっとここから少し運動をねしていきます。じゃあまず大きく口角をグーッと上げてください。そう、奥歯はしっかり噛んで、イーの口ですね。イー、そう、イー。で、このウの口ですね。ウ、もっと大きさに、ウ、そう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 。で、今度、アの口にします。あ、いいか。あ、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 あ。あで合ってる？あで合ってる。あ、目を思いっきりこうやってつぶってください。ぐーっと、ぐーっと、そうそうそう。はい、じゃあこう開いて。そう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 。疲れた。今ね、ここに少し首をやっていきますけど、動く動かない関係なしに、でその動かすっていうことがやっぱ大切なんだなってめっちゃ思ってて、うん、そう、だから私はこう常日頃ね、一般の人にもスポーツマンじゃなくても運動しましょうってめっちゃ言ってるんだけど。いやー、まさにその通りですよ。まあ、僕たちね、健常者も同じですよ、やっぱり。まあ、一人の人間ですから、健常者、障害者って言葉ありますけど、同じ人間なんだから、で、別にちょっと機能が失われてるだけで、人間のその根本的な生理機能だったりとか、ものものっていうのは、一緒なわけですよ。そうだよね。そう、だから、まあ、関係なく、運動すれば健康になるんですよ。まあ、いい食事とれば健康にもなるし、いい睡眠とれば健康になるし、というところですよ。そう、日々の生活から健康っていうのは変わってきますから、はい、ということでおしまいでございます。ちょうど1時間ぐらいでございます。すごい。じゃあそのビフォーアフター、ちょっと分かりづらいですが、でも翌日の方がより顔がすっきりしました。僧帽筋ね、僧帽筋がもっこりしているんですよ。じゃあここをちょっと良くしたいと思います。はい。したらですね、じゃあ右手ちょっと手後ろに回せますか。はい、うん、はい、やばい、外れる。まあ自分で手を上げて柔軟したりさ、ストレッチも大切だけど、でも限界が、いや、もちろんありますよ、あるじゃん、自分でできる限界って。私は上げれるけどさ、上げれない人たちもいるわけで、自分でね、バランスで。じゃあそれはもう人の手を借りるしかないじゃん、メンテナンスとしては。そうね、体のメンテナンスはそうですよ。痛っ、ね、多分ここがグッ
こう硬くなってこう盛り上がりやすいところの一つですね。本当にだからさ、いいやって思って放置していくとどん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 いろんなところが悪くなってくるじゃん。だからもう柔道にならない前にさ、うん、まだ手の内分かる時にやることが絶対大切なんだよね。例えばマッサージの人とかさ、ハリの人とかより車椅子の人とかとの関わりが多い人がやってくれてる方が受ける側としてはやっぱ安心。あ、もうそう言ってもらえると嬉しいですね。なんか扱いが分かるじゃん、そういうこと。いや、説明するのも大事なんだけど、なんていうの、自分リラックスする場所に行くとかリラックスしたいのに気使うのってやっぱ嫌だから。そうそうそう、リラックスしないしね。そういうところにはやっぱ知っててくれてる人のところに行きたい。まあそうね、車椅子バスケの人たちっていうのは僕インスタからこうメッセージが来て、うん、やっぱりあの普段からそういう人と接してるからなんかこう頼みやすかったって言ってくれたんですよ、うん、でもあれだもんね、新田さん顔だけだとめっちゃこわもてだもんね。いやめっちゃ言われます。写真だけだと怖い人だなってちょっとね。あ、そうめっちゃ言われます。元ヤン上がりかなか。元ヤン上がりでも何でもないですから、ね、そう真面目です。喋ると何でもないです。じゃあ施術してもらいたい人は新田さんのインスタグラムからぜひDM を送ってください、はい、どこにでも行くそう。どこにでも行きます。今度渋谷にもですね、うん、あの施術とかトレーニングできるブースをこう用意ができそうなので、渋谷駅から徒歩2分です。すごいじゃん。幅、入り口の幅だけ大丈夫であれば段差はないので入ることができますね。今こっち右をね施術してもらって合わせますよ。ほら、わかる？この違い。マジわざとじゃないの。これがこのね、あの肩甲骨の位置とか筋肉の張りの違いですよね、うん、そうですね、うん、じゃあ左もやりました。いきますよ。ピクーン。揃った揃ったよ。揃った。いやすごい、やっぱこれでね可動域が変わるからすごいいいんだよね。ありがとうございます。はい。